軍医として、勤務時の団票ドルイリーチ団1月22日、ニューヨークは、ロシアの医師、労働運動家、政治家、メンシェビキの有力者の一人、同じくメンシェビキの指導者だったユーリー・マルトフの妹、リディアが妻であることから、彼の議定にあたる。元の姓はグルビッチ。1871年ロシア帝国の首都、サンクトペテルブルクで薬局を営む。 ユダヤ人の家庭に生まれる。ユリエフ大学医学部を卒業し、医師になった病院に勤務するが、マルクス主義の洗礼を受け、労働者階級解放闘争同盟という、労働組合に参加した。レーニンとマルトフが逮捕された後、同盟の指導に当たり、ペテルブルクでストライキを指揮する。しかし、ダンも1896年に逮捕され、1年半、投獄された後に、 オリョール県に2年流刑となる。1901年ロシアを出国し、ベルリン、チューリヒなどで活動する。帰国後、ロシア社会民主労働党に入党。1902年逮捕され、東シベリアに流刑となるが、脱走し、ジュネーブに逃れる。ジュネーブでメンシェビキに所属し、1903年、第2回党大会に出席するために、ロンドンに赴く。また、 当機関紙イスクラの編集部に入り、同時に雑誌、ソチアルデモクラートの編集部長にもなった。ダンは、レーニンの少数の革命家が革命を主導するという、ボリシェビキの概念を嫌い、より広範な国民大衆の結集を目指すマルトフと、提携したメンシェビキの指導者の一人となる。 1905年御社によって帰国する。第一国会及び第二国会で当選し、社会民主労働党議員団を指揮する。1908年、ピョートル・ストルイピンの弾圧に遭い、スイスに亡命し、新聞、雑誌の編集を続けた。1913年御社で帰国し、第4国会に当選し、メンシェビキ国会議員団長となり、マルトフと協力する。 1914年サンクトペテルブルクにいたダンは、第一次世界大戦勃発直後、再び当局によって逮捕され、東シベリアのエニ政権ミヌシンクスへ追放される。流刑地で同じくメンシェビキのイラクリーツェレテリラと交友を持つ。1915年軍医として招集され、イルクーツクなどで勤務する。2月革命が勃発すると、ペトログラードに帰還。メンシェビキの内部では、 セレテリア・ニコライチ・ヘイゼと共に、祖国防衛派に所属し、臨時政府との連立や、戦争継続に賛成する立場を取った。1917年ペトログラードソビエト執行委員、同副議長。10月の第2回ソビエト大会議長に選出されたが、レーニンの目論む武装放棄に反対する。憲法制定議会議員となったが、同会議を暴力で解散したボリシェビッキと、 ソビエト政権を非難した。以後、ダンは、ボリシェビズムをナロードに行きと結びつくものとして、政治的自由の弾圧に対し批判を続けた。1919年赤軍に招集され、ウラル地方で軍の保健衛生局に勤務する。1921年ペトログラードで、労働運動に関与した理由で逮捕され、1922年に国外追放となる。 以後在外面シェビキの代表部である、ロシア社会民主労働党在外代表団に所属し、1923年4月にマルトフが死去した後は指導者となる。団はソビエト政権を非難しつつ、ソ連の体制民主化に関して希望的観測を持ち続けた。ヒトラーの獲得に伴い、1933年ドイツからフランスパリに移る。 1940年ドイツ軍によりパリが陥落したためアメリカに亡命しニューヨークで活動を継続する。1941年独ソ戦が開始されると団はソ連を支持した。このことは社会民主労働党在外団に亀裂を生じせしめ、ソ連の民主化を可能と見る団たちと在外団の大部分を占める反対派に分かれ、1943年に 在外団は分裂した。ソ連の民主化を可能とする団の立場は晩年になっても変わらず、晩年の著書、ボリシェビズムの起源でもこの立場を主張し、不評を買った。1947年ニューヨークで死去。75歳。リディア夫人は団の死後も精力的に活動し、団が残した資料をアメリカの研究に役立てた。ありがとうございます。